どうもマクタノサです。今回はホワイトベリーの夏祭りをねバラードっぽくソロギターにしてみました。ゆっくり弾いてるのでちょっと難易度が下がるので、皆さん、練習してみてください。で、夏もね近くなってきたんでそろそろ夏祭りもね7月頃からやりやすいんじゃないでしょうかね。いろんなとこで僕は夏祭りの思い出と言ったら、まあ、友達と行って迷子になるぐらいしか思い出がないですね。では弾いていきましょう。この曲はですねジッタリンジンっていう曲がオリジナルですよ。ジッタリンジンっていうガールズバンドがね最初に作ってオリジナル でそれをホワイトベリーがカバーしてるという感じですね。でジッタリンジンはあの557188かなっていうジッタリンジンいやジェットニンジンっていう曲があるんですけど、その中で昔流行った歌手の名前はジッタリンジンっていう歌詞があるぐらいね、あの有名なバンドなんです。ジッタリンジンはで結構有名な有名というかあのいい曲がねたくさんあるんですよ。ジッタリンジン雰囲気はジュディマリに似てるような感じなんですけど、ぜひね CD 多分ベストとかあると思うんで借りて聴いてみてください。ちょっとなんか昔っぽいんですけど歌詞とかメロディはね結構なんか切ないというかなんか共感できるような感じの歌詞なので皆さんハマると思います。ではギターの解説をしていきます。チューニングはそのままですね。でカポは悩んでんですけど4とか6で悩んだんですけど、まあ、6の方がねなんとなく響きが良かったのでちょっと音数少なくてこうゆったり弾くんであまり低いよりは高い方にした方が聞く方も綺麗に聴けるかなと。でまあ6カポで弾いてみました。では弾いていきます。まあ難しいとこないんですけどちょびちょびと解説していきましょう。まず Dm ですね。キーは多分C ですね。これ Dm とか G とか Am 出てきてるんで最初イントロはちょっとゆったりした感じで入っていきましょう。でここで C9 が入るんですよ。この3弦の3フレットの音が結構肝になるんでここはねちょっと自分に酔いしれて弾いてもいいかもしれないですね。花火と長いですね。でここから歌に入ると歌というかまあ A メロかな。でここの歌に入るときにメロディーはこう3弦の2フレットなんですけど、ここであえて2弦の1フレット入れてコード感をねちょっと残してっていう感じで、でその時にこの1フレットの音は残す2弦1フレットみたいな感じですね。頑張ってこの2フレット1フレットよ2弦の1フレットの音を残してみてください。でまた同じ結構簡単なんですよ。でここサビに入る前ですね、プリングで1020と君がでサビに入った時にイントロと同じなんですけどメロディーもコードもちょっとだけ音数を増やしてねちょっと盛り上がりを演出しましょう。で最後エンディングちょっとゆったり弾いてみるといいかもしれないですっていう感じですね。まあ、全体的に弾くとこんな感じですけど細かいところで言うとゆっくりしたバラード調なんでいつもは入れれないこうビブラートをねちょっと入れれると思うんですよ。こうまあはいビブラートできてるかどうか分かんないぐらいなんですけどうまくいくとこう綺麗に入るんでコードでも特にこうこの C9 を押さえるときにこうちょっとこう指をねこう揺らしてあげるだけでちょびっとビブラートが入るんで
まあいろいろ試してみてやってみてください。特にこのイントロとかエンディングとかかなりゆったり弾くんで、ビブラートもいい練習になると思うんですよ。縦に揺らしてもいいんですけど、縦に揺らすとちょっとこうビブラートが強すぎチョーキングみたいになっちゃう可能性もあるんで、まあうっすらかけてやるのが上品でいいかと思います。まあ、日本の味噌汁というだしみたいな感じですね。分かるか分かんないかぐらいのやつがこううまいみたいな感じですね。このビブラートもかけてるかかけてないか分かんないけど、なんかこう心にしっくるこう何かがあるみたいな、わびさびわびさびビブラートをね入れてあげてください。まあこんなところです。はい、では次回の動画をお楽しみに。